はい、こんにちは。えー、これが私の NISA 講座です。昨年、えー、旧 NISA 枠で、えー、EMAX SLIM S&P500 を買いまして、めっちゃ上がってますね。こんなに上がるのは驚きでした、えー。つい先日、タマホームを買いました。クオカードが欲しくて買ったんですけども、えー、クオカード以上に値段下がってます。えー、つい先ほど NTT 買いました。 はい、えー。つい先ほど買いました。えー、では NTT 見ていきましょうか。面白いのがチャートですよね。まず2年で見て、えー、次に、えー、1年で見ましょうか。もうほぼ1年前に、えー、25分割っていうのをしました。 ま、株の分割について語るとまた長いんで置いといて、とりあえず、株価は下がって、株の数が増えるんです。なんでそんなことをするのか、ま、いろいろあるんですけども、とりあえず株価は下がります、えー。会社の価値は変わってないです。で、株価が下がることで、あの、買いやすくなるんですよね。だから、あの、n i 枠で株を始める人にとって、この NTT みたいな大企業を、 買いやすいっていうのが大きいです。えー、昔は株価が100円を切るとその会社は倒産する恐れがあるからそんな株買うのはやめとこうよって話があったんです。で、150円っていうことは100円が近いじゃないですか。となると倒産の恐れがあって怖い、怖倒産の恐れがあって怖い気がしますけども えー、25分割があったんで150円っていうのは、えー、踏まえておきたいです。ここですよね。えっと、1月にニーサが始まって、えー、170円強だったのが190円を超えたんですよね。で、その後下がって、さらに、えー、ここですね、えー。5月の発表でドドーンと落ちまして、 145円まで落ちたけれども、150円に戻ってきたってとこですかね。私、あの、140円で差し値注文してたんですけど、もういいやーってなんかこう、めんどくさくなって、今日150円で買っちゃいました。はい、えぇ、ー、指法、えー、情報、通信業、反落、ドコモは、 通信単価低下が続くが、えー、好調な法人向けや金融が補う。データは国内外ともに促進。円安も追い風。そうなんだ。円安っていいんだ。NTT にとって。が、東西低迷。その、固定電話。各企業さんは固定電話引いてますやん。っていうことは、そのインフラ整備が必要なんですよね。 昔は各ご家庭にあの固定電話ってあったんですけども、今はもう固定電話引いてない家庭も多いんでね、えこのあたりが難しいですよね、えー。賃上げに伴う人件費増も主に営業益反落。IIJ 株、えー、売却益剥落。去年はあの資産の一部を売ったんですよ。売ったから、 儲けがあったんですよ。え、今年はあのそういうことをしてないんで、その分あの一年の儲けとしては少ないように見えるよってことですね。えー、連連続増配、ここ大事。天気、改正 NTT 法成立、総務省に全国一,一律電話サービスに直見直しも提案。その NTT は日本の 根幹に関わる企業ですよで、そこに役員として外人を入れてもいいのとか、そのあたりが、あの、随分規制緩和されたようですね。えー、制度改正なら将,将来的に大幅コスト減も、えー、ドコモの海外事業を統括する新会社を7月に設立。はい、というわけで、 えー、私のニーサ講座の成長投資枠は、えー、今年変えんのはあと50万になっちゃいました。えー、PER が9.92倍、えー、PBR が1.28倍、えー、配当利回り3.41%。配当が4%になるまで株価落ちるの待ってもよかったんですけど、えーね、まあ、いいかなと。もう、 下がれ下がれと思ってヤキモキしながら待ってるのが嫌になったんですよ。えー、100株持ってると D ポイントもらえます。というわけで、えー、NTT を、NTT を買いました。ではでは。